ろ。朝のスキンケアやらなきゃ。今日の天気はバチバチに悪い。よっしゃー、紫外線超少ない。やったーやったー、スキンケアめっちゃ頑張れる。よし、めっちゃ時間かけるぞ。どうも、おはようございます。ヒョクです。こんにちは、ヒョクです。はい、ということでですね、今日は朝のスキンケアを皆さんにお見せしたいなと思っております。というのもですね、今日はめちゃくちゃ外の天気が悪いです。まだ朝なのにめっちゃ曇ってるし、ちょっと雨も降ってるし、なんならすごい霧もかかってるので、スキンケアを紫外線をあまり気にせず、ほんと夜スキンケアみたいにめっちゃ朝から来れるんですよ。こういう時はスキンケアのチャンスです。ということで、Get ready with me ですね。朝のスキンケア、これを見ながら僕と一緒に頑張ってスキンケアマニアのいい肌作りやっていきましょう。それでは早速ですね、朝のスキンケアやってまいりたいと思います。朝のスキンケアはまず朝シャンから含まれます。ちなみに今日はどれぐらい時間がかかったのかを皆さんに実際お見せするために、ぴょん、この辺にですね、現在までの所要時間っていうのを明記させていただきます。ということで、じゃあ早速朝シャンからいきましょう。はい、ということで、洗面台に来ました。目がまだ寝てるね。朝シャンをするんですが、まあ普通に洗顔は皆さん朝する方もいらっしゃれば、しない方もいらっしゃると思います。本当にぬるま湯だけの方もいると思うんですけれども、僕も本当日によって結構変えてまして、ぬるま湯だけの日もあれば、簡単にちょっと泡立てなるべくしなくて済むような洗顔料で朝だけ洗顔したりします。実際に、ここにね、今棚を開けている状態なんですけれども、ここに今僕が普段から使っているものたちがね、バーって入っております。この中から今僕が朝用に選ぶとしたらですね、まあ、本当はね、洗浄力の強いものでいったらこういうバルコームとかね、めっちゃいいんですけども、これはどっちかというと夜用ですね。メイクがすごい濃かった日とか、あとは汗をすごくたくさんかいた日におすすめなバルコームのザ・フェイスウォッシュ。これは本当にね、メンズ用の洗顔料なんですけど、結構女子に人気なんですよ、実は。20代女性とか、あと10代後半の女性にすごく売れているものなんですよね。ちょっと朝なんで、これは洗浄力が強すぎるので、朝はやめて。どちらかというと、朝僕がよく使ってるものといったら、この3種類かな。まあ、1個は、コサレクスですね。コサレクスの弱酸性グッドモーニングジェルクレンザー。もうまさに名前の通り、グッドモーニング。朝用でございます。これはですね、ジェルタイプなんですね。こんな感じで、泡立てなくても大丈夫です。これはそーっと顔全体に優しく撫でるだけでいいです。あ、ちゃんと水で濡らしてからね。で、もう一個朝よく使ってるものって言ったら、ファンケルですね。ドロジェル洗顔。これ、A って書いてあるな、ちっちゃく文字。泡立ていらずの洗顔料。これも泡立てなくていいやつですね。本当はね、洗浄力が結構強いので、冬向けというよりは、春夏秋向けって感じですね。ほんとギリギリかな、この季節までだったらって感じですね。これもそのまま、ジェルっぽい感じのやつでございます。で、横のコサレクスはどんどんこう垂れていってますね。どちらもですね、顔にこう塗り広げて優しくローリングした後は、あれ流すだけですね。あと朝よく使ってるものといったら、これかな。スキンフードさんですね、これは。スキンフードのブラックシュガーパーフェクトムース。ムース状の洗顔料なんですね。で、これすごいのが、洗顔、角質ケア、トーンアップ、保湿パック全部できるっていう 4-in-1 なんですよ。で、しかもラベンダーの香りもあるからめっちゃ良くて、結構これ気に入ってるんですよね。しかもこれ海外限定のエディションっていう、韓国内では逆に売ってないっていうね。こういう感じで泡で出てきます。だからこれも最初から泡立てる必要もないし、このまま優しく顔に塗るだけなんですよね。すごい見て、このもっちもちさ。だから肌への摩擦がすごい少ないんですよ。で、今選んだ3つともそんなにすごいゴシゴシ洗う必要がないものだから、摩擦レスなもので選んでおります。ということで、朝シャンして、まず肌をちょっとね、水分与えて柔らかくした状態で、この3つのうちのどれかを使います。まあ、今日はせっかくだからこのムースのやつ使いますかね。じゃあ朝シャン行きましょう。現在まだ所要時間3分ぐらいです。はい、はい、風呂から上がりました。ブリーチしてるから今髪が濡れてると、ほんとなんか地元のヤンキーみたいな。ってことで、ちょっと前髪止めて、軽く朝の洗顔をしていきます。そんなにね、もうゴシゴシはやらないので、ほんとに軽くですね、肌が柔らかいうちに、まあ、こんぐらいですかね、1回の使用量としては。ほんとにね、これ濃密なんですよ、泡が。あー、気持ちいい、この泡。顔全体に優しく撫でるだけでいいです。一応首もね、オッケー、あとは流します。オッケー。ということで、朝のスキンケアじゃない、朝の洗顔ですね。朝シャット洗顔が終わりました。ここまでの所要時間、だいたい20分は行ってないかな。18分と
記してくださいですね。でもしこうやって洗顔朝やってこの鼻周りとかね、いちご鼻とかが気になってるよっていう方、毛穴周りに白いね角栓がニョロニョロとちょっと表面に出てきつつあって気になるっていう方は、朝それを落とそうと頑張らなくて大丈夫です。夜頑張ってください。夜のスキンケアでピーリングとかしたり、例えばですけどこういうメディキューブのやつとかね、角質を綺麗にね除去するやつ、まあ HA、BHA とか含むものをやったりとか、そういったものでしっかりと肌表面の角質を古いものはもう落として綺麗にするっていう考えでやるといいですね。朝はやっぱりどうしてもいくら曇っていて天気が悪いとはいえやっぱ紫外線はあるので、今角質をね綺麗に全部取っても紫外線ダメージ余計受けやすくなってしまうので、夜の方がおすすめです。では次のスキンケアに行きましょう。はい、では続きまして、今から朝用にあるスキンケアを選びに行きたいと思います。コスメビアはこちらでございます。もうさ、このシーリングライトいい加減白に変えような、よくな YouTuber なんだからそこちゃんと白にしとこうということで、こちらが僕のコスメ部屋でございます。このようにですね、普段からよく使ってる一群類はこの2つの棚に置いてあります。この中からまあ選びつつって感じですね。一応新品未使用は他にここの棚にもですねたくさん入っております。メイク用の新品はここに入れてあります。あ、そしたらこれもらったんですよね。ミグハラのアンプルの形をしたパック。これはエイジングケアですね。アンチリンクルだから。どうしようかな。ちょっと今からスキンケアを選びたいんですけど、肌はどんどん乾燥してしまうので、絶対に僕が朝も夜も同じスキンケアを使っているものがございまして、皆さんもご存知のスキンブースターです。はい、ネイチャーリパブリックのスネルソリューションスキンブースター。これだけは絶対に変わらないので、今肌がね、どんどん乾燥しちゃうから先に5プッシュ顔に塗っておきます。こうやって取って、ローリングしながらつけてって、あとはプッティングですね。これがまた浸透してから次のスキンケアをやった方がいいんですね。なのでまあ 1,2 分これをつけた状態で置きたいです。その時間を使って朝のスキンケアを選ぶっていう感じですね。では選んでいきます。はい、ということで選んできました。朝から工程が多いね。いや、幸せだね。ということで、スキンケアマニア、いや、セラムダイモーの本気の朝スキンケアでございます。ちょっと肌がね、まだネイチャーリパブリックのスキンブースターしか塗ってないから、まあ、とはいえそんなにね、あれを塗っておけば、まずすぐにでもね、水分が蒸発するってことはなくなるから、ひとまず安心ですね。ということで、ちょっとこれをね、こっち側から皆さんにお見せしたいと思います。はい。まずはこちらですね、スチーマーです。パナソニックの、ナノケアでございます。まあ、これでとりあえずこちらにある精製水ですね、普通の水道水ではなく精製水を使ってまず蒸気を浴びます。理由はですね、先ほどお風呂上がりに一応ネイチャーリパブリックのスキンブースターを顔に塗りましたが、やっぱりそっからこれを選んでる間にちょっと時間が経ってしまったので、少し肌が今硬くなりつつあるんですね。お風呂上がりの一番柔らかい状態ではなくなっちゃったので、もう一回これでね蒸気を浴びて肌を柔らかくしておきます。で次、これも僕ね、今回目代わりでめっちゃ僕がお気に入りなやつですね。イナセンシャルのナチュラルグローエッセンスですね。ガラクタミセスとナイナシアミドが 5% を含んでるっていう、まさに導入美容液としても優秀ですし、少しとろみがあるので垂れすぎない、かつベタつきもないんですよ。だからすごい良い。でこれも VT の新商品のね、バイタルね。このバイタルシリーズ僕めっちゃ気に入ってるんですよね。このトナーもいいけどデイリーマスクの方がめっちゃ好きです。シカバイタルシリーズのシカヒアルロンとシカバイタルがどっちも入ってるので、とりあえずこれで美白とか保湿もさせつつ、で次ですね、ダイブインセラムでございます。僕のもう殿堂入りの美容液、どんな美容液よりも先に使うということで、必ず化粧水の直後ですね。でこれを塗って上からバユヒロゴさんとの僕ホリデーセットをね作らせていただいた時に作ってもらったこのカッサですね。これで顎のラインとかちょっとむくみが気になるところを少し朝のうちにやっておくって感じですね。でその次、ネイチャーリパブリックで僕最近めっちゃ気に入ってるね、これね、ビタベア C の純ビタミン C が 20,000ppm を含んでいるこのマスクパックなんですけれども、これが本当にね肌白くなるのよ。まあ、肌白くなるって本当は言っちゃいけないんだけど、薬剤法上では。でも本当にね感じる。すごいおすすめです、これ。でこれをやりながらこれをやるんですけども、おやおや、ダーマヤショットはパックやりながらじゃできなくないと思う方、これダーマヤショットじゃないんですよ。ハイフって書いてあるんですけど、実はメディキューブさんでこのダーマヤショットの次にこのハイフ効果を持つやつ、ここは確か黒い色かな、黒い色のやつが出たんですけど、それの一番最初に作られた試供品を僕もらってたんですね。メディキューブさんからも真っ先にヒョクさんに送りましたと。たった1台しかないこの試供品をいただいているので、もちろん新品
もあるんですけど、でもせっかくこの世界一台しかないこの試供品ねあるから、これを使ってパックの上からしっかりと吸収率を上げます。で次アンプルですね。イニス3のブラックティーのエンハンスアンプルかな。これはですね、美白ケア、エイジングケア両方できるやつですね。これすごいね、このシリーズもおすすめで、トナーこれの代わりにイニス3のこのシリーズのトナーでも OK です。めちゃめちゃいいですね。でその次、これも今回メガワで僕が紹介したやつかな、ワンジエフェクトのメラリスクリームですね。シミ消しゴムクリームと言われているぐらい、これはまさにね、今の世代にぴったりな Z 世代なクリームって感じです。で一応ね、今日曇ってるとはいえ一応紫外線はあるので、サンローションをね薄くつけておきたいなっていうことで、これも韓国でこの前買ってきたやつですね。ランドアラウンドのグリーンティーシカサンローション SPF50 プラスのPA が4プラスでございます。ということで今パーって見ていただきますと、なんとですね、美白ケア、あこれはまあ美白プラス保湿と、まあ、エイジングケアも少し期待できるかなって感じですね。ダイブインセラムは本当に保湿超特化、そして美白ケアで美白、そしてエイジングケアで美白ケア、あとエイジングケアもできるんだっけ、エイジングケアもできるねでございます。朝なのに美白ケアにすごい特化させることができました。なぜなら今日は天気が悪いからです。もうすでになんか夜の17時ぐらいの天気なので、これでもいけるっていう感じですね。では早速、まずは精製水を入れないとね、だいたい半分いかないぐらいですね。でこれで蒸気が出てくるので、少し浴びてからインナーセンシャルをやるって感じですね。ここまでかかった時間もう30分以上だったり、説明が結構入っちゃってたので、商品を選んでいる時間と説明の時間を合わせて今だいたい32、3分経ってるのかな、33分にしときましょう。これをじゃあしばらく浴びて、その後に導入美液やってって感じです。特に何もやることないんですよ、これ浴びてる間って。サウナ入ってるような気分で無になる。ちょっと顔もこうやって傾けたりして、顔全体を蒸気当てて柔らかくしてくださいね。触ってみて、あ柔らかくなったなって思ったら次の段階に進んでいいです。朝からそんなに時間かけてらんねえよってね言われちゃうと思うんですけれども、まあ、今日は僕ね一歩も外に出なくていい日なので、最近はね本当におかげさまで忙しくさせていただいているんですけれども、結構外撮影が増えたんですよね。それこそ外部メディアのお仕事だったりとか、あとはアーティスト業の方のリハーサルだったりボイトレだったり、それこそレコーディングもあったり、打ち合わせとかも対面も最近ようやく増えてきましたよね。この辺はもう柔らかくなってきましたね。蒸気を浴びるとやっぱどうしても毛穴もね柔らかくなって開きやすくなってしまうんですね。なのでこれをね今僕持ってきたんですけど、実はさっき冷蔵庫から出したばっかりだったんですよ。だからまだ冷たいです。これで蒸気を浴びてしっかりとね水溶性のスキンケアをした上で、まあ、ビタミン C も水溶性なんですけれども、このパックでひんやりとさせながら修練性も期待できるビタミン C でしっかりと閉じていくって感じですね。ブライトニング効果が 101.4%、 すごいよね。7日間使えば肌が明るくなったのを実感する人が 90.5%。 この 90.5% ってのが割とリアルな数字な気がする。 90.5 だから10人に1人は感じなかったっていう人がいるってことだから、割とリアルな気がするんだよな。そろそろかな。ああ OKOK。まあ、これをじゃあこのまま放置して、あんまり今度は近すぎない少し離れた状態でこれを塗っていきます。インナーセンシャルですね。ワンプッシュでいいです。蒸気があるのでね、そんなに蒸気をがっつり目の前で浴びてるわけじゃないです。今多分こう予告で見るとこんな感じです。ここで僕今こうやって塗ってる感じです。ほとんど当たってないっちゃ当たってないんですが、まあ、ほんと気持ち程度目の前に置いとくって感じですね。あ、なくなってきたね。では次 VT ですね。これもね、ほんと気に入ってんのよ。3プッシュいっちゃう。首も塗りたいので。首に1プッシュ分だとして、顔に2プッシュ分ですかね。で、これはウォータリータイプなので、結構みずみずしい感じです。塗った直後は。で、うわー、なんかすごい濡れてる感は感じると思うんですけど、しっかり染み込ませると、そんなにベタつきとかもなく、この柚子の香りもいいし。OK。やっぱり一旦ちょっとこのまま放置して、本当に 1,2 分また置くだけでこのトナーがしっかりとね浸透して、もっちもちと柔らかくなるのが実感できます。スチーマーのおかげでもあるし、このブースター代わりのものもあるし、もちろんネイチャルパブリックのスキンブーストの効果もあるし、今のところ全てが全部いい感じに加算されてきてます。でダイブインセラムですね。どんな美容液よりも真っ先にこれを塗ってください。まあ朝なんでね、そんなにたくさん塗る必要はないかなと思うんですが、ちょっと今日は念入りにしたいので水溶性を多めに使います。
います。レイブンセラムは保湿超特化のパンテノールとかヒアルロン酸とあとセラミドも入ってますね。あ、ワンプッシュちょっと少ないかも。今吸収率めっちゃ上がってるからレイブンセラム塗った直後なんですけどもうない。レイブンセラムがスッてもうすぐに入った。今めちゃくちゃ吸収率上がってる状態ですね。この状態で美白ケアとかすると本当にくすみとかめっちゃね減るっていうかもうなくなる。カッサをやってる時間がないのかもしれない。いや、時間はある。なぜなら今日は外に出ない。こんな感じで塗った上で、フェイスラインはこのままこう挟んでやる感じですね。で、首はそのままこう、なで下ろす感じです。リンパ流してあげるだけでもね、血行が良くなって、顔色もね、少し良くなるので。この前、ハートチェイスのダンスプラクティス動画を上げたんですよ。ようやくこう撮れまして、アップロードしたらコメント欄に、ちゃんとした文章忘れたんですけど、体調悪そうな白さみたいな書いてあって、顔色が悪いのがバレてしまってた。そのね、ダンプラ撮った日、実はね、あんま寝れなかったんですよね、前日も。ファンミーティングがすごいね、近づいてた時だったので、ほんと数日後にファンミーティングだったんですよ、そのダンスプラクティス動画を撮った日の。そこの数日は、本当に1日3時間とかぐらいしか寝てなくて、本当に確かに顔色は悪いなって自分でも思いました。まあでもなんとか乗り切ってよかったけど、楽しかったしね、何より。ファンの皆さんも本当にね、今までのイベントで一番楽しかったって言ってくれて、嬉しかったですね。笑いあり、感動あり、で、美容のプレゼントもあり、コーナーもありって、という感じです。多分今、リアル、もう40分以上経過してるな。40分どころじゃない、47分ぐらい経過してますね。では次、パックでございます。うわ、冷たい。そう、ちなみにこれは純ビタミン C を含んでいて、純ビタミン C ってみんな、もしかしたらヒリヒリするかもしれないって感じる人もいると思うんですけど、全くしないです、マジで。あー、これよ、これ。あー、気持ちいい。あー、幸せだ。基本このパックは僕夜がほとんどですね。まあ朝もたまに使うこともありますが、首もねしっかり塗って白くしてあげましょうね。いやこれ本当ネイチャーパブリックで僕一番好きなのはやっぱスキンブースターなんですけど、これ2番目に好きかもしれない。その次がリンクルビタ A スポットだっけ、クリームですけどアイクリームとしても使えるやつですね。オレンジ色のチューブタイプの細いやつ。その次がビタペア C かな。いや違う、先にビタペア C のクレンジングフォームと美容液ですね。はい、セラナで、さっきのこのね、本当はこれが黒いやつがあの製品版です。僕のは試供品なので、なので明かりも青なんですよ。ダマーショットは赤ですよね。明かりが違うんですよね。これを当てると筋肉が動くんですよね。レベル3ぐらいでこう当てた状態で筋肉を動かしつつパックをこうやって染み込ませるイメージですね。これがね本当にねパックの吸収率上がるからやってみて。どうした急に。レベル3だったらマスクの上だったらそんなにね筋肉を引っ張られるあの痛みとかはないので、そこまでこう本当はね筋肉を動かしてこう本当ハイフみたいな効果なんですけど、パックの上でやるとパックの浸透率がマジで上がるんですよ。この使い方はメディキューブさんが推奨してるかはわからないんですが、僕はこの使い方めちゃめちゃおすすめです。大体3分ぐらいこれやって、あとはしばらく放置ですね。10分ぐらい放置してパック外して残りのスキンケアって感じです。3分経ちました。これは一旦止めます。 OK、 であとはパックをこのまま少し放置しておきます。12分ほど経ちました。なので合計15分ぐらいですかね。うわひんやり、生き返る僕の肌、肌命。よくないこの感じよ。これはすっぴんですよ。わあ好き。ではまたですね、この今パックを外した直後に次のスキンケアやるのは違います。また1、2分ほど肌を休ませてあげます。しっかりと浸透するまで肌を休ませてから次の段階ですね。ということで現在約1時間経過、どれぐらい経ったのか忘れちゃいました。もう1時間以上経ちました。うん、ということで、1、2分ほど置きまして、いやひんやりといいね。でしかもこのパックのいいとこ、ほんとベタつきが少ないんですよ。そしたら次、いよいよアンプルですね。イニストリーでございます。こんぐらいでいいです。こんぐらいだけでいい。目の近くのこの皮膚が薄いところとほうれい線周りで、これもまた2分ほど肌を休ませます。そうなんですよ、スキンケアって実はね時間をこうゆっくりゆっくりとかけてやればやるほど肌にはいいです。いい感じだね、このハリの良さ、キメの細かさ、そしてこのツヤ感、透明肌。僕と同じのを毎日ね真似すればきっと綺麗な肌になりますので、ぜひ僕を信じて真似してみてください。では次、2分ほど経ちましたので最後ですね、ワンジエフェクトシミ消しゴムクリームってことで、
クリームの量はほんとこんぐらいですね。爪の大きさぐらいって言ったらいいのかな。これでプッティングしながら、まあ、少しこうやって広げてもいいんですよ。目周りとか。アイクリーム朝はつけないので代わりにね。で余ったもので首をね少し塗ってあげて OK! 完成です。と言いたいところなんですが、一応日焼け対策っていうか、まあ、紫外線対策ですね、しておきましょうか。これもすぐに塗らずにまた2分ほど待ちます。まあでもクリームにちょっと油分なので、できれば3分4分ぐらいちょっと待ちましょうかね。ということで3、4分後にまたお会いしましょう。はい、なんだかんだ5分ほど経っちゃいました。え、待って、逆算すると今何分経ってる。1時間20数分経ってます。なので最後これを塗って終わりですね。まあでもそんなにねたくさん塗る必要ないんですよね。薄く塗り広げて、まあ、首にも一応塗っておきたいので、こんぐらいですかね。さっきのクリームとほぼ同じ量です。サンローションなのでね、そんなにあの肌にも重くないのでおすすめです、このグリーンティー。しかもシカー成分も含んでるから肌荒れもね予防してくれるし、トーンアップ効果とかそういうのはないんですけれども、純粋に紫外線対策と日焼け止め効果を本当に十分に発揮しつつ、ローションタイプっていうこともあって、まあ、実際はクリームなんですが、肌への蓋をするようなああいう重さがあんまりないですね。あとすごいベッタベタっていう感じもないからすごい好きです。あ、首の裏はまだちゃんと塗れてないや。首の裏も大事だからね、本当にね。今こっちの手塗ったら本当こんな感じですね。そんなにねトーンアップとかそういうのはないので、逆になんかメイクとの相性はいいですよね。ここでトーンアップさせちゃうとさ、メイクの時のファンデーション使うと余計に白くなっちゃって、逆にそれもね顔色悪く見えちゃうので。はい、ということで徹底的朝のもう超ガチガチのスキンケア完了でございます。いかがだったでしょうか。どう、このツヤ感いい感じじゃない、素肌ツヤ感ということですね。以上をもちまして、はい、朝のスキンケア終了でございます。皆さんもしよかったらぜひ真似してみてください。同じような商品なるべくね、あの買えるように、僕がちょっと時間に余裕があったり体力に余裕があったり、もしくは朝ごはんしっかり食べていたら、概要欄に商品の URL も載せておきたいと思います。ということで以上、ヒョクでした。バイバイ。